でも、八王子定跡の話は本当にたくさん集まってちょうど去年の今ぐらい1月2月ぐらいにすごくそのぐらいから熱心に八王子の,あの怪異体験談をあの募集してますってことで集め始めたら本当にたくさん八王子定跡の話ばっかり集まったんで、うん。 ちょっとしばらく八王子上跡禁止とかって思ったぐらいで困っちゃういやそれこそ日本の階段が大体八王子城主八王子城跡に、うん、<laughs> 大体大るさですけどすごい多くなっちゃって、うん、えとだからあの言ってましたよねあのほら鴨奈七美さん、はいうん、とかは、えー、八王子城跡八王子城跡は別に、うん、そんなに悪いとこじゃないけどみんながあんまり。 肝試しとか心霊スポットが階段とかでやりすぎて1980年代とかに90年代とかにやりすぎてやばくなっているって鴨居奈美さん言うほどマジでもう,もう下手したら日本で一番もう階段の現場になった。 あのー、いや八王子ね。あの話だけで本当に100人ぐらいからこうお話を頂い,いて全部を使えるわけではないわけですけど、まあ、一番多いパターンは、えー、と95年前後ぐらい90年代半ばぐらいから、まあ、2000年そこそこぐらいまで90年代の後半です、ね、にあの、まあえー、都内近郊あるいはこの近隣の大学生があるいはまあ,あの まあ、若くてお勤めになっている方高卒で働かれている方があの車やバイクであの、まあ、肝試しに行くというこのパターンがものすごく多くてでちょっと話していいですか、はい、その中でも,もう一番 大でですよね100個ぐらい集まった中でのいやいやそれがそう言われるとハードル上がるんだけどでもねある種典型的でありながらえなんか今までにとちょっと違うパターンだなっていう話が、まあ、いくつかあってでそのうちの一つが本当にま,まさに典型的なのが。 えと神奈川県の方の、えー、大学にあの通われてた方の話なんですけれどもその方の,あのお友達というのが神奈川の方のとあるこう、ま、サーフィンをやる人たちねサーファーの人たちがま集まりやすい、ま、サーフィンや,やるのに適したような海岸のそばに下宿してたんです。 でそこ海のそばで、まあ、夏になると友達たちがねその,あの海のそばに住んでる子のそのアパートに集まって、まあ、どんちゃん騒ぎして翌日海に繰り出すみたたいなことがまあ,度々あったでその時もねやっぱり夏でまあ海のマリンスポーツのシーズンでみんなであのそこでこうあのまあ遊んでたわけですよねその友達ん家で。 だだんだん夜が更けてくるするとね外からエンジンの音が聞こえてきてそこののアパート階階建ての友達ん家は2階なんですで外の道路が窓からすぐ見えるで窓の外を見たら「あなんだあいつだ」っていうようなことを友達が言う何かと思ったら後輩が来たと後輩っていうのはそ,のそこに下宿してる子その下宿の部屋の主ですねの参加してる大学のサークルの後輩なんです。でそのの後輩というのはサーーファーなんですね で車にサーフボードを積んで時々夜のうちにその友達ん家にやってきて「止めてくれ」と来るとで翌朝早くに出てサーフィンを楽しむんだとでまあそういうのが来たとあみんなも泊まるつもりで5人ぐらい部屋にいたで6人目ですよもういいか減狭い下宿でもう大変ですでもまあいいやとで「上がれ上がれ」と後輩に来させたで「どうするこれから」って飲み直すかみたいな話になったんだけど 車だなって話になった後輩車で来たみんなはね車持ってないんですいいじゃんあの車でさどっか行こうよこれからさどこ行くって話になった時に出たのが八王子上席ですで、八王子上席にみんなで行こうとこの時なんでみんなが八王子上席って思ったかというと大学生の間で心霊スポットに行くというのが割と流行ってたそして八王子上席は中でも大変にメジャーでした ちなみに当時はね多分みんなね八王子城司って言ってたと思う今ね八王子市のね編纂したいろんな冊子とか見ると正式名称八王子城跡になってるんですけど私もか、はい、八王子城司って言いますねそうそう<の>でも八王子城司<の>八王子城跡行こうよっていうふうに言ってでみんなであの車にね無理やり男が6人ですよもう牛詰めで乗ったんです無理くりで無理くり乗ってで八王子城跡に行きました でサファーの彼「ええー」って「八王子関山でしょ」みたいなこと言うんだけど「いいじゃんいいじゃん」「だって俺 B さんだよ」とか「いやもう大丈夫大丈夫」とか言ってみんなで行くで真っ暗な当時はね駐車場に夜中でも入れたで真っ暗な駐車場に着いた時もう12時回ってましたでまああの駐車場に着いた真っ暗じゃないか、まあ、懐中電灯ぐらい持ってきたんで「まあ、なんか行こうよ行こうよ」入る。 ところが歩いてまあ10分も歩かないうちに「あっ!」ってその車の持ち主のサーファーの後輩が「ああって言うんですね。なんだどうしたって言ったら「あほら!」って片足を右足をこう見せるするとねブラーンとあのゴム造りーーがぶら下がっててね鼻緒が切れてるんですよ。それでねあ縁起悪いんだぞって わらじの鼻緒が切れると縁起悪いんだみたいなわらじが切れた」みたいな誰か言って「やめてよこんなところで」とかって「でもちょっと裸足じゃ歩けないしさ」とかって「もう無理だよ」とか「帰る」みたいなことになるで仕方がないなってまあでも怖い雰囲気だけ味わったからまあいいかと引き返す翌朝朝後輩はは早くにに一人で海の方に行きましたたみんなは 3, 3, 5, 5, 帰ったところがその,あの部屋の主からあの私に話してくれたその彼のところに「 連絡がありましてあの後,後輩大変だ大けがしたんだよ。サーフィンでさなんかサーフボードが右足に刺さったらしいよ。えどういうこといや右の太ももにサーフボードの先がぐっさり刺さっちゃって大けがなんだって。で入院してんだよみたいな話。へえー、なんか右だったよねあのゴム草履の鼻を切れたの。なんか気持ち悪いねっていう話をしていた。で後後輩はその後怪我が癒えて で怪我は言えたんですがもうまだねなかなか完全に治るまではサーフィンなんかできませんからせっかくなのに仕方がないなって大学せっかく休みなのにとかってぶつくさ言いながらそのお家はね家業でね鉄工場を経営してたんですねその後輩のお家でそのまあ手伝いと言われて家でブラブラしてんだったらで工場の手伝いは足を引きずり引きずりやっていたすると今度は何かんが鉄のかけらが。 なんか工場の機械が何か急に故障してガツンと折れた鉄のかけらが飛んできて彼の右目の上に刺さった、まあ、幸い失明はしませんでした怪我で済んだんですけれどもそれですっかり怖くなってお払いを受けに行ったんですという話<ー>うんでもなんで右なのかなとかね あんんまり聞いいたことないんですね八王子城司と何か関係あるのかなとか思うとよくわからないんですね、うん、でも本当に八王子上市の話はすごく多くて、はい、あの八王子城司に行くつもりのない、うん、あの辺の,あの住宅街に妹を車で迎えに行った女性が、ま、急に近くのところからまあ道に迷ってしまって。はい で気がついたら八王子城市と書いてある看板があるところの山道を登ろうとしてるって言うんですけど八王子城市いたってそんんなな場所ないんですよでもそこを山道を登ろうとしていてで周りに何もないとこで「ごめんなさいごめんなさい」って謝りながらバックでこう戻ってきたらまあ元の道に戻れて妹を拾うことができてああよかったと思ったら目の前を毛の生えてない 人間の顔をした奇妙な動物がさーっと呼んでっていう話がまた変な話ですねそれも変なん話、はい、八王子遊跡のまあ本当の典型的なのはただ行ってなんか白い幽霊を見た、はい、オチムシの幽霊がこっちに歩いてきたみたいなのがあるんですけど、はい、それ以外のちょっと変わったパターンだとこんなところがあるかなっていい今のはパターン面白いですよね、うん、人間の顔をした毛のないものがいうそうだから八王子階段にあの、はい、迷うに着物でメイジュって書いてそういうタイトルで書いたんですけど 長理上主は、ね、別に住宅街みたいな道ですから、うん、あそこに行く道って、ね、全然山道じゃないんでそう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 <で>そうなんですよだからすごく不思議な。うん